つも。一発積もったはず。なバカな。さあ南四局一本バドラマです。やっぱ冷静だったね。三足切ってリーチって。そうですね。三足切ったらピンフがついたんですよ。やっぱりサーブロース危なく見えたんでしょうね。三足自分の目から3枚見えてるんで。うんうんうん、いやこれ白鳥ピンチですね。太郎だって3着で終わったらまずいでしょう。そうですね。万が積もればいいんでしょう。万が積もればいいです。1万と200点差です。お、これなら先ほどよりは随分いい手じゃないです、いいですね。さあそしてトップ目逆転されてしまった水原久人との点差は5100点です。5300? あ、5300です。はい、失礼しました。これはきついね、久人の手は。5200は5500で OK の水原。これいらないんだけど、どうするの水原さん。どうしましょうか。つもぎる789ウソ切る。つもぎるとかありそうですね。つもぎりもあるんですけどね。逆転の構想としては、まあ、5200クラスを作りたいわけで。ウソですね。ウソ。白鳥の手配は苦しい。パッと見上がりが近そうなのは太郎選手ですかね、うん、はい、だけど満貫だからね条件が。あ、あ、ここで言いそうですか。まあ、一応789の目は残して発音がアンコンになればリーチ来やすいしね、はい、リーチつも発で条件クリアの水原です。チートイ一応リアンソウウーソウどっち切るの。赤がある方を残すかな、ね、太郎の手はチートイツになるんですか。万願でしょ。単葉チートイツもリーチ万願でしょ。はい、はい、これだってあの太郎の手が総数7788なんでローソローソって引いてくるの難しそうに見えるんですよね。あの春津手で行く場合にはね高め2種類引かなきゃっていう、だからレッドリバーへのは水原のリーチが来ました。リーチつも初で条件クリアの水原です。3層積もったら 裏ドラ期待か。そうですね、あ、武蔵は山にないですね、はい、初1枚そうです。あ、これは太郎来るね。もう怖いものないもんね。でリーチボが出ましたので久人まで9200、万願積も条件は変わりません。リーチを受けて久人はパーピンは現物。難は1枚切れ。一応赤嘘あるからね。うん。つも。ええー。一発積もったはず。なんだバカな。2000は2100。すげえ。はい、パイレーツの控え室から大きな雄たけびが聞こえました。最後は鮮やかに一発積もで決めてきました水原。大したもんだ。リーチ一発積も初。いやーこの試合非常にリーチを多用しましたね。はい。この4人の対戦者の中で現在個人ランク4位につけていた水原、ここで最後一度久人に逆転されたところを再逆転して鮮やかなゴールは39100点持ちのトップでゴールということになりました。これで個人ランクおそらく3位まで上がりましたでしょうか。なるほど、はい、そしてパイレーツのチームスコアがプラス3桁に乗ってきましたね。乗ってきたついに。はい、乗ってまいりました。さあ、ユーネクストパイレーツここから上昇の軌道を描いていけるか。ユーネクストパイレーツ水原明奈、この試合3回の上がりを決めて、見事トップでゴールということになりました。頼りになりますね。